everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。5月9日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。もしね、最近青っぱなが出るようになりましてね、昔ね、子供の頃はよくね、なってた方もいらっしゃると思うんですけども、キュートな時のね、王子を思い出してしまいました。滑り王子マスクマンでございます。はい、皆様どんなゴールデンウィークをお過ごしでしたか？久しぶりに緑に癒されました、みそにこみすきです。そして実はですね、本日よりマスクがなくなりました、はい、まあね、5類に移ったということでね、コロナの方も、はい、まあ、こんな口をしてるんですよということで、ダンサーズでございます、うん、どんな口やねんねえ、いやでもなんかちょっと恥ずかしい感じがするんですよね、うん、なんかそんな感じしますね、うん、なんだろう、なんか見られちゃってるっていうねえ、うん、お黙りはい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはアイスクリーム。はい、今夜のテーマはアイスクリームの日ということで、アイスクリームです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは読谷のロックスター直木屋さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、岐阜の内南中さん、高級木材のご用命は名古屋中川名木、6月からトリプルエイトさんがプレミアムスポンサーさんになっていただきました。ありがとうございます。こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは
電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。先週のですね、競争でまだ来ていますのでお読みしたいと思います。はい、銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。小学校5年の頃、運動会でリレー競争があり、全6クラスで私がいたクラスは序盤でつまずき最下位でいましたが、クラスの中で短距離走は5本の指の中にいた私は5人走るうちの中でアンカーを任され、最下位から一気にごぼう抜きをやってトップを走っていた別のクラスの走者にゴール直前まで迫り、大逆転の優勝になるかと思いましたが、あとわずかのところで優勝を逃し2位となりましたが、リレー競争終了後、応援していたクラスメートや観戦していた保護者たちから拍手喝采を受け、その後クラスメートたちから伊達天の銭形、ルパン三世などと呼ばれました。ということでございます。ということはもう警部早いわけですね。やっぱりあのルパンを捕まえるためにね、日々練習していて早い、あの小さい頃から足が速いってことでしょうね。でも昔からあれなんですね、伊達天の銭形って呼ばれてたんですかね。ってことですかね、銭形さんは昔から銭形さん、ということなんだろうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先週の、歯のメールをちょっと紹介しますね。はい、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。歯は加齢とともに歯茎と歯の間にたまりやすい歯垢や歯石による歯周病が怖いですよね。そうならないように普通の歯磨きも、もちろんですが、歯間ブラシやデンタルフロスを使っての手入れも欠かせません。しかし面倒なんだよな。でも背に腹は変えられませんね、ということです。そうなんですよね、知らず知らずのうちにね、あの歯の隙間が、ね、できてるって場合がありますからね。やっぱりね、そうなんです。糸ようじを愛用してますよ、私。だから逆にね、最初ね、それが出た頃こうちょっと使ったんですけど、あんまりグキグキやって、また開いちゃうんじゃないかなっていうね、心配がありましたけど、そういうわけではなかったですね。ああいうのはどうなんでしょうね、なんかでもある一定の年齢に達したら使ってくださいって言われるようになりました。まあ、やっぱり隙間ができてるんですかね。まあそうでしょうね、あの歯茎がちょっとずつこう上がってきちゃったりとかっていうのがあるんでしょうね。はい、そういえばテーマ、歯なんですけど、今週アイスクリームという真逆のテーマまあね、はい、っていうのに今気づいちゃった。はい、もう一つですね、競争できています。こんばんは、ヤンバル東村からヤンバルカンガルーポを略してヤンポーです。ありがとうございます。ありがとうございます。競争と言えるか分かりませんが、若い頃にぶっつけ本番で陸上大会の10キロに臨んだんですが、相手が悪かった。消防の人にかなうはずがないからです。しかも二日酔いでの臨むなんてありえませんので、でもそれでも7キロ付近まではずっとついていきました。残り3キロの競争に負けましたが、仕方がないことだとは分かっていたことですけど、ちなみに10キロのタイムは45分でした。これが俺の競争のエピソードになります。ありがとうございます。でもすごいですね、ちゃんとこう走れちゃう。でもそれも二日酔いでしょ、すごいな。ね、あの王子多分ね、1キロぐらいのところで全然違うところを走ってっちゃうんじゃないかなと思いました、ね、そういうね状態ならね。っていうよりかね、ちょっと出ちゃうかもしれない。何が今日ですね、ツイキャスで、ごめんなさい、テーマじゃなくて今日ゲストの紹介したときに、なぜかツイキャスで、なんでみんな直木屋かっこ笑いになるんですか。でしょ、ヤンポーさんもゲストは直木屋かっこ笑いになってるし、FM 十字新一さんも直木屋かっこ笑いになってるんですよ。どうして、
ね、よくね、あの王子とよく匂いが似ている方だと言われる方ですね、うん、勝手に一緒にしないで、じゃあ、 あのアイスクリームのメールでいつ紹介します、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマアイスクリーム、子どもの頃の記憶だと100円玉を握りしめて駄菓子屋へ行くと数種類以上の中から選ぶことができたかなと思うんですが、先日コンビニでアイスクリームを買おうと思い眺めているとどれも100円オーバーなんですね。そんな中ガリガリ君は69円だったかな。企業努力に頭が下がりますね。先日久しぶりにガリガリ君を食べましたがやっぱり美味しかったですということです。うん、うん、あのガリガリ君好きな方たくさんいらっしゃいますよね。えやっぱ色種類もいろいろありますもんね、うん、なんかすごい変わった味のやつありますよね。のあるある、なんか、ね、変わりだね、うん、そうなんかあるみたい。あんまり王子ねそのガリガリ君食べないんですけど、あ、うん、よくね仲間内で食べてると、うんうん、ガリガリ君もらいますって言って食べてる方ね、やっぱり ね、 ね暑い中で作業するときはね、うん、でも沖縄はあれですよ、沖縄明治さんがあるので、あやっぱアンパンマンアイス100円以下で買えますよはい、はい、ということで、はいはい、電話ゲストコーナーです。 CM の後は直樹屋さん登場です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は一人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やはあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。本日はのゲストですけども、読谷のスーパースタースーパーロックスター、何のスターかちょっといまいち分かりませんけども自称スターの方がであります直樹さん、直樹屋さんです。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。ご無沙汰しております。お久しぶりです。どうも直樹さん。ご無沙汰しております。王子お久しぶりです。お久しぶりです。あ、元気。どうもどうも。元気でしたか。もう元気でね、もう、はい、もう50になるんで悩みがいっぱいあって元気で山ばっかり登ってます。山、沖縄の山に。あ、ヤンバルの山ですよね、うん、まずはですね、まあ、皆さんご存知かもしれませんけども、あの知らない方もいらっしゃいますので自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、皆様 FM 機能をお聞きの皆様こんばんは。読谷のロックスターと言っております読谷のロックスターです。直樹屋
AKA 島袋直樹と言います。よろしくお願いします。6月1日で50歳になります。よろしくお願いします。もう一度にして、なんです、ちょっとごめんなさい、聞こえなかったです。すいませんね、もう一回言いますよ。はい、読谷のロックスター、はい、なあ大きいや、あ、そうなんですね。 AKA はい、アズロー、アズ島袋直樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 AKA いるんですか、そのつそのいらないです。それやっぱりいるんです。いらない、いらない、いらない。気分ですよ、気分、うん、あ、気分、気分的につけたんですね。嬉しい、嬉しいな、いつも、ね、出させていただきありがとうございます。ありがとうございます。直樹さん、最近、最近はどうなんですか、何か際立った動きされてらっしゃるんですか。際立った動き。僕はね、はい、もうね、今は、はい、もう潜伏期間です。もう潜伏期間って、もうこのまま、はい、もしかしたら何、はい、消えてしまうんじゃないかなと。潜伏期間って、なんか、なんかいろんな検査をしなきゃいけないのかなと思っちゃったんですけども。はい、なんかね、はい、まだ生きてますよ、死亡説も出てないし、はい、なぜ潜伏してるかと言いますと、はい、はい、アルバム作ってるんですよ。アルバム、おう、おう、もう、もうね、5年前に出した、はい、5年前にアルバム出して、それ以降ね、はい、音源という音源を出してないので、はい、これで、なんか、いろいろソフトも揃えてきたんで、はい、なんか、なんだろう、ちょっと皆さんに俺も音楽やってましてっていうところをちょっと見せたいなと思ってね。あー、ずーっと音楽制作をしております。あ、そうなんですね。このですね、直樹屋さんともですね、まあ、お会いしたものが今隣にいるんですが、直樹屋さん覚えてますかね、はい、お弁当を作った方なんですけどね。変わります。お弁当作った方です。あ、はい、ご無沙汰しております、味噌煮込み式です。知ってますよ、だって俺最初に呼んだもん、味噌さん。あ、呼んでくれた。なんか全然聞こえなかったよ。すいません、僕がね、はい、嬉しくて焦って、はい、言葉がモコモコになってるんですよ。いや、伝わります、伝わります。なんかツイッターを拝見した時に、何かソフトを購入されたそうですけど、1ミリも使い方がわからないっておっしゃってたけど、はい、大丈夫ですか。いや、もうこれはもうあれです、いつも僕がやることなんですけど、はい、今僕は全くできないんですけど、はい、未来の自分にとても期待してます。僕は今全く やる気もないんですけど、それを未来の自分にやる気もないのに買ったんですか。未来の自分に投資ですね。あれです、やらないといけないんで、はい、なるほど。そう、以前のアルバムもう5年も経つんですか。ね、2018年なので、そのキッチハイクで祖国にお邪魔したじゃないですか、はい、のところに、はい、そうですね、ちょうどあの時にリリースしたんで、18、19、21、5年になりますね。FMJG の新地さんが待望の4枚目アルバムって、いや、もう本当、ちいちゃんにもうお世話になっててね。この前いつだったかな、ちいちゃんに。カレンダーのスポンサーになってくれました。あ、そうそう、カレンダーはね、皆さんスポンサーにね、たくさんの方がなって、もうカレンダーをこうお配りできるような状態になってるから、すごいなって毎年思うんですけれども。いや、もう本当、皆さん9割くぶくりん、はい、0.99、 皆さんのおかげ。あとの9割は僕のあれ努力ですね。あれ、あとの9割。あ、で、9割皆さんのおかげです。はい、ツイキャスですね。カープボーイさんが、大物とライブするときしか練習しないでおなじみの直樹さん、こんばんは、ロックの日のチケット買ったよって。カープボーイさん、ありがとう。じゃあその流れで、はい、じゃあその流れで、はい、王子に変わる前に、ちょっと説明をお願いします。ですね、はい、皆様、改めまして、はい、読谷のロックスター直樹や。あ、それさっき、さっき来ました。いや、今から聞いてる人いるかもしれない。はい、はい、
皆様、読谷のロックスター直樹屋が、はい、6月9日のイベントの詳細を発表したいと思います。はい、お願いします。2023年 ROK の日、ちょっと僭越ながら他局なんですが、ラジオ沖縄の ROK の日にリアルなライブイベントを開催します。ですね、会場はどこですか？場所はですね、はい、トップノート、ライブハウストップノート、はい、久米ですね、久米にあるトップノートさんですね。さすがミトさん、あっち久米なんですね。久米、那覇ですよ、那覇。はい、那覇広いですよ。那覇広いですか、ね、那覇の、はい、那覇市久米2丁目ですね。さすが、僕、読谷のあれなんで、ちょっと田舎っぽいところ出てしまいましたね、隠してたんだけど。はい、チケットがですね、はい、3300円。これ、はい、ちょっと結構な値段張るんですが、ドリンク代500円分込み、なんと、出演者がですね、はい、本当テーマミストなんですけど、はい、私直樹も出演します。あ、直樹さん出るんですね。他に一緒に共演なさる方は、お客で見に行くんじゃないんですよ、僕は。僕は何をやるのかちょっと分かんないんですけど、ギター弾くんじゃないかなっていう、魂くん、はい、魂さんも、はい、シータマですよ、シータマ、僕の相棒、ロック玉ってばこのシータマ、はい、魂僕、あと、なんと沖縄のお昼の顔、お昼の顔といえば、前平仁志、ピープーさんが出ます。おお、豪華、うん、そして豪華じゃないですか。そして沖縄一有名な、はい、女子アナウンサー、はい、世界の竹中智香さんが出ます。あら、智香さん素晴らしいじゃないですか、うん、でスーパーゲスト、はい、宮田龍太郎さん、これは、元、今もうアナウンサーやってませんが、総務部長ですよね、確か。そうです、そうです、もう偉い、うん、はい、役職の方があるんですか、はい、そうです。おお、今マイタノっていうお昼の番組があるんですけど、はい、ここが、かわいいかわいい角はずゆりさん、あれ、おう、これ大丈夫なんですか、何が大丈夫、直樹さん大丈夫なんですか、角はずゆりさんと何か、何かあらぬことに なりませんかね。いや、なりたいですよ。またスーパー美人の金城しおりさん、しおりさんも、しおりさんも、はいはい、そしてなんと、はい、ROK の、杉原愛さんも、あ、さんに毎日から出演します。もう勢ぞろいじゃないですか、癒しのね、愛さん、このメンツに私直樹もね、なんか、呼んでいただきね、これだけ皆さんのおかげですよ、ありがとう。これだけ豪華な方がいると、なんか直樹屋さんがちょっとどこにいらっしゃるかがね、だから声大きく出しますよ、大きい声で。で、またそれについてね、隣の男が少し喋りますので。あ、王子、こんばんは。こんばんは、王子、お久しぶりです。お久しぶりです。直樹屋さん、はい、もうね、はい、ゲストコーナー終わりの時間なんです。全然喋ってない、王子も喋ってない。だよね、だよね、またスペシャルやらんと。ね、まあやっぱりまたね、直樹さんとね、王子のね、スペシャルコラボのね、時間を作りますんで。まあ、あとね、もう一つはですね、もうすぐ初老ですので、ね、直樹さんもね、山登って足腰鍛えてください。あ、はい、本当に、本当に頑張ります。はい、直樹屋さん、肝心なチケットの購入方法だけ教えてください。ですね、はい、チケットはですね、ROK ショップストア JP で販売してて、さらに、ラジオ沖縄の4階でも直接販売してるそうなんですね。今年はじゃあ、はい、直接販売もするということで。はい、ラジオ沖縄の、ネット通販ショップがあるんですよ。はい、はい、ROK ショップ .store.jp まで皆様ぜひよろしくお願いします。はい、詳しくラジオ沖縄のウェブサイトの方をご確認いただければと思います。そうですね、あります。はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとう。はい、本日はルミタンのスーパースターだと思う直樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またゆっくり喋ろうね。
はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、タイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。アイスクリームはチョコとバニラ、アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近はバーのアイスも値段が高くて食べようか悩みますね。でも今日は思いっきりハーゲンダッツを食べようかと。なぜかってやっと芋と島らっきょうの出荷が一段落ついたので頑張ったから食べようかと思っています、ということでございます。お疲れ様でした。たくさん食べてください。はい、じゃあもう一つお願いします。はい、はい、ですね、こちらはですね、はい、はい、お願いします。はい、じゃあね、あのたくさんできてるからね。ちょっとね、はい、あ、また、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセント滑り王子、リスナーの皆さん、そして、読谷ロック、どこやねんって話ですが、読谷ロックのスターさん、こんばんは。乳味とバニラアイスが嫌いなシュープリームです。ほう、あの練乳みたいなあれが嫌いなのかな。テーマ、アイスクリーム。値上げに次ぐ値上げでアイスクリームというかアイス全般が高くなってびっくり。とにかく値引きのないコンビニのアイスクリームコーナーは軒並み150円以上。もはや子供が100円玉を握って買いに来れる値段ではないですね。ところで王子はアイスクリームを落としても3秒以内で食べれますね。3秒ルールか。あのこれあのなんていうの、こうカチカチになってるやつならいいんですけど、ソフトクリーム系はね、ちょっとあれは難しいですよね。ハードル高いです。うん、あのカチカチになってる、コチンと落としてだったらね、多分いけると思うんですけど。キレスさんがね、ツイキャスで、ブルーシールのパイナップルが一番好き、2番はソフトクリームっていうことで。はい、いいですね、ブルーシールのソフトクリームも美味しいな。はい、ということで、はい、エンディングです。はい、来週のテーマは体力。来週のテーマは体力です。私は体力に自信があるなど、メッセージをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、自動車整備士絶賛募集中、名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。負けのコーナーで、あのツイキャスの紹介したいと思います。来週も聞いてね。閉店ガラガラ